では L 大阪で高藤直子さん、雨宮かりんさんのお話があります、戦争を廃止、今2000万人署名運動が全国展開されて、今は1500万筆に迫っているという状況です。1500万筆。皆様どうもこんにちは。ただいまで、ワクワクちょっと遅くなりましたけど、LOさんが6時半からです。皆さん、行きましょうか。はあはあ。戦争反対、沖縄辺野古新基地建設反対、そして原発、これ反対、原発なくても電力はなっております。原発は大変危険なものです。人類と共存できないものです。あ、どうもこんにちは。どうもお茶、どうもありがとうございます。そのことを何度も何度も発信して、原発反対、原発いらない、再稼働反対、声を上げましょう。皆さん、警備の皆さんも思いは同じだと思います。まあ、お仕事ですからね、やっておられるのよくわかりますけど、原発は人々を不幸にします。命より金が大事、とんでもない世界を作ってしまいます。沖縄辺野古新基地建設反対、今中断しております。中断しておりますが、これを安倍政権は参議院選挙、これに勝って、そして再び強行に基地建設に打って出てきよう、来ようとしております。これを許さないように、平和を願う私たちは声を上げましょう。そして戦争法廃止、2000万人署名運動、全国でも戦争法廃止運動が盛り上がっております。現在1500万筆に迫っております。もっともっと署名も増やして、声を上げて、街頭に出て、戦争反対、原発反対、辺野古新基地建設反対、これを訴えましょう。どうも皆さんこんにちは。ちょっと雨が今日は降ってるんで、もしかしたら早め終わる、それとあと何ですか、なんかL 大阪L 大阪でロックアクションがあるらしいっていうのもあるらしいです。今日はあれなんです、もしかしたら早終わる、まあでもまだまだあると思います。まあ5時半ですね。なんか公園、中之島公会堂じゃないわ、何やったかな、L 大阪でこう、なんか講演会があるらしいです。集会だから、講演会だから。はい、どうもお疲れ様です。ちょっと昨日ぐらいが風邪ひいちゃってですね、喉が痛いんですよ。昨日はあれなんですよね、あれですね、昨日は西川さんとコラボしてたら夜中に。コメント欄の人、
イラッときたんで、思わずちょっと暴言などを吐いてしまって申し訳ない。やっぱりあかんわ、ほんま、ちょっと調子悪い、得の痛くつところでもあるんですけど、うん、あかんわ、うん、なんか声小さい、今日は本当に嫌じゃないかな、嫌じゃないですか。改革こつきのでいう普通の市民の皆様の反動性にイラッときたの、思わずちょっと出てくるのがですけど、なんですかね、まあそういうわけでですね、それどういうわけなんて話ですか。さっきバナナ食べさせて、バナナいただきます。今日はバナナが完全包囲構造のバナナ、完全包囲バナナがありますよ。今日バナナがあるんです。バナナのそっちが。本日バナナの差し入れがございます。はいはい。ゴールデンウィークもそろそろ終盤に差し掛かってまいりました。何がゴールデンなのかよくわかりませんけれども、ずいぶんテレビな報道なんかでは重大な自動車事故。頻発しているようです。皆様どうぞ道路に歩道に突っ込んでくる事故なんかもありますので、どうぞどうぞご安全に、工事現場だけの中で収まらないという状況でございます。安全にどうぞお帰りになってください。あ、こんにちは、どうも。この安全でない状況みたいなものを少しずつ大げさに考えていた果てにこういう言葉に出会いました。第三次世界大戦です。この第三次世界大戦起こっているというふうに考えて対応していこうという一派がある。一派が何か分かりませんけども、いわば国家主義という立場の人たちのようです。でこの方々はすでに第三次世界大戦下にあるということで、自国防衛のためにはどうしたらいいかということで、いろいろな作戦や戦術やを練っているということのようです。一方でこの戦争法反対ということをしていて、要するにその国民を不在というこの問題ですね。第三次世界大戦が起こっているというしても、国民の大半の人は実感がないかもしれません。お茶どうもありがとうございます。実感のある人は戦争法反対として立ち上がっていると言えるかもしれませんけれども、現実にゼネストとかですね、労働現場でストライキを打つとかですね、まだそういう状況ではないのではないかと思います。まあ、私はあまりその詳しく全て の労働現場を知りませんので、この第三次世界大戦と戦争法という問題でですね、いわば職場がストライキに入るというようなことはないようですが、まあ、世界的にはですね、さまざまなストライキみたいなものは打たれているというふうに、まあ、ことにブラジルとかですね、いろいろな政変が起きて、まあ、そういう、国のいわば政変というレベルではなくて、イスラムステイトと、イスラム国がですね、シリアの一角をいわばオキュパイしてですね、世界の各ところに、各場所にですね、そういう支部というかな、そういう網の目を張り巡らせていくと言って、これを過去の例はこういうのなかったのかということなんですけれども、やっぱりあったと。で、例えば一番わかりやすい例はですね、イスラエル建国ですね。これはアメリカがイスラエルという国をですね、作ったとも言えるわけですね。で、その後プラスパレスチナとの激しい衝突という争いの関係に入っていきますけれども、こういうのと今似ていると。このイスラムステートというのは無理くり誰かが作っていく国家ということですけれども、
今日本のマスコミおよび先進国ですね、はいわばテロ国家として、見ていますが、しかし次第にですね、実力を持ってですね、じわじわとですね、ある実態としての共同体を形成していって、育成は国連にも加盟する可能性もないわけではないと、逆に言うと、あるアラビアの方はですね、このイスラムステートの存在との関係というのは、最低10年、さらに1世紀以上かかる大問題なんだということをおっしゃっているともいます。で、我々はゴールデンウィークの終盤で、この第三次世界大戦はすでに起こっているんだと、それは、IS という国のいわば、問題なんだというふうに考えた場合ですね、これを日本としてはどう考えるかというときに、まあ、見事に安倍政権はずるずるずるっとですね、アメリカのいわば世界戦略、軍事戦略に巻き込まれた。で、これをジャパンハンドラーという人々ですね、まあ、アメリカの親日派と言われている、その日本をよく知っているという、どのように知っているかといえば、アメリカの極東戦略において日本はどうあるべきかということでいつも振る舞ってきた方々、こういう方々が親日派であって、何も日本のために考えている人たちではあります。で、こういう人たちがですね、いわば日本のするべきパート、日本とするべきパートナーシップというものをずっと考えていて、それが福島事故を契機にですね、一挙にその境界線を突破してですね、日本の政権の 中枢にですね、アメリカのいわば意思というものがですね、反映するということになって、アメリカの世界戦略というものに日本はもう憲法9条を盾にですね、自立することができないところまで追い詰められているという状況ですが、これを